こんにちは、山本道場の誠司です。こんにちは、山本道場の樹です。はい、ということでね、はい、始めたいと思うんですけど、どうですか私。どうですかって何、まあ、腰痛なんです。あー、でもなんか今ね、やっとこの状態に持ってこれたんです。いや、でも変。さてね、さっきね、千里との撮影の時はちょっと曲がったんですけど、うん、今この状態で今釣り合いが取れましたということで、挨拶も今、はい、そうやってこんにちはって下まで下げるんですけど、うん、今こんにちはってこれだけのね、ちょっと偉そうなちょっとあの挨拶になってしまって、腰の事情があるって、ね、申し訳ございません。はい、これはね、私ちょっともともと腰痛で、はい、今ちょっと最近台風がたくさん来ててね、あ、もうね、低気圧、あのちょっと体というか腰の調子が非常に悪い中、はい、ちょっと久しぶりにこのファミリーでね、はい、撮影しようということで、はい、今ちょっとやっております。ちょっとあなたテイクバックが変わったんですよね、はい、なぜ変わったかというのは後日、うん、ちょっと動画が上がると思いますので、はい、そちらをねちょっと見ていただければと思うんですけども、まあ、ちょっと、テイクバックの仕方をね、ちょっとアドバイスをある人にいただいて、はい、ちょっと変わりましたね。ということで、はい、やっていきましょう、はい、ちょっと早速この動画の肝でもあるんで、うん、ちょっとあのアドバイスをするとね、確かにそのやり方はめちゃくちゃそのいいんですけど、うん、こういうふうにその体を意識することによって、うん、この下を忘れるんで、うん、だから今もうできてるんで、このいわゆるこの右手をこう下にというイメージをしっかりしてください、うん、はい、もうちょい、まだ横へこれ皆さんね、こうやってチェックするでしょ、で、まだもうちょっとこうや、まだもうちょっとこうやって言ったらね、この人たちに怒ってくるんですよ。分かってる？怒ってないやん。いや、今だからですよ。いや、まあ今日は素直に聞きますよ、ね、こう、こう、こう、うん、こう、こう、これがもうこう来たらなんです。うん、これでやっといいですね、うん、結局あの五木選手のがんじからとか、まあ私もそうですけど、こういうことでなるんで、こう、そうそうそう、この肘から先のこの前腕というのをもううまくしならせるとね、非常にいいので、とにかく向こうに打たない、もう本当にもうこのあの、そうそう、こうこう、それ何番ですか？ピッチングです。ちょっと構えて、はい、右手離して、はい、そう、はい、でこういきます、はい、テイクバックして、はい、そしたらあとはここで腰使って、そう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 、でこの時に手はもう完全に脱力しておく、うん、この下に下にがもうあれですよ、 OK、はいはい、そうそう、あとテイクバックが決まるといけるんで、そうなんよ、そうそうそう、これがすごい大事で、うん、こういうこともこれもすごい大事な技術です、はいはい、でこういう技術がもうすごいいっぱいあります、ね、こういう技術が、だけどあなたたちに一番足りないのはもう自分でやる気になること、もっともうやる気になること、それも技術のうち、はい、ね、だから、思いっきり言ってみ、分かった、ダメです、そう、おちょくっただけです、おちょくってない、はい、バーン、やる気やろ、思いっきり言ってみ、
どうそれが思いっきりか。何もっとってこと。いや思いっきりですね。何や思いっきりや。とんでもなく飛んでますね。とんでもなく飛んでるやろ。120ヤード意味よ。それですよ。それそうやろ。それを、うん、自分でやって。違うやん。でもなそれはじゃあちょっと待って待って待って俺助けるだけだから。ちょっと待って別に何も助けられてん。その自分でやることやる気になることも技術のうち。そうやな、ね、どうテイクバック変わった感じする。変わったね。えこれ何も詳細打ってはいけないのまだ。それ言わんときましょう。分かった、うん、その時に明らかになるし、うんうん、たださあれあのすごい私がもううわ最高やなって思ってる動画が手元にないから。そうや、ね、いやもう最高でした、ね、最高でした。ちょっと後ろから見ますね。雨降った。めっちゃ降りました。これ、うん、この辺めっちゃ濡れてんねんけど。いやいやもうめちゃくちゃ降りました。被害に遭った、うん、合ってない合ってないんや。その時車の中やったから。良きじゃないか。いいですね。いやもうテイクバック全然いいわ。いやそうやな、うん、まあまあ悩んでたから余計。だからやっぱりそうやね、テイクバックさえ決まったらいけるって言ってたものにテイクバックが決まったから今までそのやってたことがちょっとハマってきました。そうです、うん、そうです。これそのなんていうんですかね、皆さん見る目としてはこの重心がねすごく安定してるというところを見てもらったらいいと思います。ミスするときは重心がちょっと重心の動き方がちょっと悪くて右側にこうパッと、うんうんうん、まあ、ちょっと杖みたいに動いてしまうとやっぱりこう向こうに左に突っ込んで打っていこうとするんで、そうそう今みたいに下。それ何番ですか。これ7です。何番いってます。150。おお。テイクバックのところを皆さん見てください、うん、ナイス。もう好きなだけ振れるわ。そうやね、ほんまに、うんうん、155、うん、逆に言うともうほんまにこのフォローというかフィニッシュの方はできてたんで、うんうん、余計にテイクバックが大事。うわキャリー155。まあまあでもまあ普段こんなに振るかって言われたらもうやっぱりもうちょっとなんていうの、こんなもんやけど、うん、多分変わらない、変わらない全然。すごいいい球、はい、高くてお前ら変わらんの。 OK じゃあ5いきましょうか。どっち。5番アイアン。はい、いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのフォローもお願いします。私のインスタグラムのフォローもお願いします。私のインスタグラムのフォローもお願いします。いいえ私だけお願いします。私だけお願いします。私だけお願いします。